1つ目準決勝第9レーススタートしました。おっとハンデゼロに対して殿下の宝刀を抜くのか、3番の鈴木弘和一気に前に立ちました。一気の構成から3番の鈴木弘和が先頭だ。2番手には中山、6番の大木が早めの仕掛け。さあここで位置をついて上がるのか、まだ上がれません、まだ上がれません。先頭は鈴木弘和、鈴木のペースが良さそうであります。さあ2番手ここからインコース、5番の池田正和がまとめて捉えていく。池田が2番手で上がっていく。さあインコースから池田入ってくるか、池田が入ってくる、池田が入ってくる。ここで5番の池田正和が先頭に立ちました。2番手は3番の鈴木弘和、3番手は2番の中山徹の対戦になっています。2番手は3番の鈴木弘和、2番手守れるかどうか。4コーナーを立ち上がります。おっと中山滑っている。残り周ブルーフラッグ、早川聖太郎が、早川聖太郎が3番手に上がってまいりました。さあラストチャンス、ラストチャンスにかけられるか。内を締める3番の鈴木弘和、まだわからない、まだわからない。体勢ができている、体勢ができている。早川聖太郎が最後は、最後は並んでくる。元骨格でゴールイン。2つ目準決勝第10レーススタートしました。 10m 線4番の高橋芳弘好スタート。インコース佐藤真也前輪を持ち上げながらも前を叩いていった、いった。もう一人の佐藤高也も好スタートを切っている。佐藤高也は4番手スタート。1周3コーナーではその佐藤高也を封じ込んで4番高橋が2番手に上がろうとしている。粘るか1番の山田正弘、今2番手をキープ。先頭は佐藤真也、速攻一撃ものの見事に決まりました。レーサー2周目に入っています。山田2番手の位置、高橋義弘3番手、佐藤高也が4番手の位置であります。さあここでインコースを指してくるのは4番高橋、高橋義弘が2番手に上がっていく。佐藤高也どうした、今5番手に転がっています。気がついたらブルーフラッグ。さあ4番の高橋が内を締めている、内を締めている。29キロ攻防戦になっています。さあ入るか、いやこれは入れない。4番高橋2番手を守っています。金子大輔3番手、もう力は余していない。まもなくチェッカーフラッグ、佐藤明也先頭ゴール。2番手高橋。3つ目準決勝11レーススタートしました。さあ 10m 線中山光、しっかりスターター残していった。さあ鈴木圭一郎がものすごい勢い、おー一気にまくりきる。同伴からは鈴木圭一郎がいきなり主導権を握りました。1周3コーナーでは中山の内を狙いました8番鈴木圭一郎でありますが、ここは一旦待ちました。まだ慌てる跳馬ではありません。ここで2番の中山光が1コーナーで先頭に立ちました。中山が先頭に立っています。さらには救ってくる鈴木圭一郎、このバックストレッチでは鈴木圭一郎がスーッと2番手に上がってきています。3番手に交代した片野、4番手には鈴木清、その後ろ斉藤、青山周平が続いています。残りは4周回、2番の中山がレースを引っ張る立場になりました。こうなるともう鈴木圭一郎のレースか。一気に一気に仕留めていく。鈴木圭一郎が先頭に立っています。青山が3番手に上がって、ここは人気サイドの決着。先頭は鈴木圭一郎、ゴール。2番手中山。投票締め切り5分前です。さあこの時間もゲストコーナーをお送りしましょう。鈴木さん、はい、この時間もこちらにはゲストの方がお越しいただいております。第3回川口塾鳩ヶ谷塾日光おなり道祭り将軍役の原田龍二さんです。よろしくお願いします。原田龍二です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょ早速ですが、はい、原田さんはオートレースってご存知でしたか？昔足立区にずっと足立区に住んでましたんで、はい、川口オートレースっていう言葉はもうずっと前から存じ上げてます。でもまさかレース場に来たのも初めてだし、この場に立てるってどういうことなんですかって話なんですけど。そうですよね、はい、先ほどもちょっと興味津々であの床を触っていただいたりしておりましたけど、もう見るものすべてが初めてなんで、はい、はい、そうなんですね。ドキドキが止まらないっていう感じですね。実際どうですか、こう見てみて、いや場内も含めね、もう命がけですよね、はい、ずっと今日レース見てましたけども、はい、これは男の、まあ、女性もね何名かいらっしゃいますけど、うん、そうですね、はい、男の世界だなっていうね、命がけですからね。そうですよね。いやもう尊敬します。ありがとうございます。はい、まあ、原田さんといえば、はい、まあ、冒頭でも紹介したんですけれども、はい、11月11日に行われるおなり道祭りで将軍役、はい、そうなんですよ、はい、どういった、まあ、普段はもう一生活者なんですけどもね、はい、はい、まあ、大きな将軍様の役をやらせていただくことになりましてですね、はい、そのお祭
りではどういった原田さんは、僕はもう絢爛豪華な衣装を着させていただいて、はい、あ素敵ですね、はい、多分すごいことになると思いますねすごいことちょっと今イメージできないんですけど、はい、あのポスターとかねいろんな、はい、あのビジュアル関係は撮影したんで、はい、自分がどういうお召し物を着るかっていうのは分かってるんですけど、はい、どんぐらいの世界になるかっていうのは当日まで分かりません。じゃあ原田さん自身も楽しみな、はい楽しみです、そうなんです、はい、ありがとうございます。それでは最後にですね原田さんがあっという間なんですけれども、はい、メッセージをカメラの皆さんに、はい、お願いします、11月11日、おなり道祭りに将軍役として参加させていただきます。おそらく偉い方が、例えば川口市長さんですとかそういう方も扮装されてお出になられると思いますので、はい、ぜひ、現場まで足をお運びいただきまして楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。原田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやかなり場内今日歩いてる原田さん拝見したんですけど、かっこよかったですね。はい、あ、そうですか。はい、ゲストコーナーをお送りしました。さあ、あっという間に12レースの締め切り時刻が近づいてきております。皆さんお急ぎご投票ください。ただいまをちまして12レースの投票は締め切りとなりました。皆様たくさんのメッセージ、あ、失礼しました、たくさんのご投票ありがとうございます。公式電話投票並びにアイネットの投票は締め切り1分前です。さあ、いただきましたたくさんのメッセージご紹介いたします。田中茂選手です。得意のさばきで輸出してくださいとみーさんからです。永井選手です。乗り味はいいとのことですがしっかり立て直して優勝戦進んでくれると信じていますとみちごんさん。永井選手、大輔さん頑張ってね、頑張ってねと群馬のふなっしーさん。永井選手、今日もスタート決めて1着ゴール、明日の優勝戦へと進めますようにとカオルさん。さらに綿選手です。尾身くん、影山兄貴の分まで頑張れとびちょきちゃんきしょんさん。そして田中茂選手、茂テクニックで着を狙ってくださいと茶柱達子さんからいただきました。皆様たくさんのメッセージありがとうございます。12レース8号車永井選手一番人気となっております。そしてこの時間で全ての投票締め切りとなりました。本日もたくさんのご投票ありがとうございました。さあ、この後12レースで明日の優勝戦メンバーが決まります。どんなファイナルになるのか。2連単は8番5番で 3.3 倍となりました。永井大輔選手が1番人気です。4つ目の準決勝戦、それでは実況でお楽しみください。
昨日の当初予定されている開催4日目は悪天候のため中止順延となりました。そして今日は満月の下レースが行われています。いよいよ最終12レースの準決勝戦、ハンデゼロ石井大輔、真中大輔、10メートル岩田博美、五十嵐和夫、佐藤雄二、田中茂、松尾博文、永井大輔、以上8選手による対戦です。もちろん言うまでもなく、この川口のエース格、永井大輔1番人気。1コーナーまでどこまでバイクを伸ばせるか、そのスタート掛けに注目です。10秒前、12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。12レース準決勝スタートしました。さあ10メーター線スタートはどうか。ハンデゼロから真中が行った。おお、長井が一気に10メートルからトップスタートを切りました。長井大輔は早くも1周3コーナーでは2番手に上がる勢い。内側から岩田の姿もあります。大突っ張るようにして石井大輔、ここを切り返して永井大輔2番手に上がっていく。レースを引っ張るのは真中が先頭だ。2番手には永井、3番手に石井大輔、4番手佐藤雄二という体制になっています。真中の引っ張りのスピードはどうでしょうか。真中のリードは3写真ぐらいあります。2番手は8番の永井大輔、3番手ここで7番の松尾がやってくる。7番の松尾、5番の佐藤を競り落としまして、ここで3番手に上がってまいりました。先頭真中でありますが、ここは永井が許しません。今節3勝目に向かって永井が先頭に立っています。2番手は真中、そして3番手松尾。松尾の道中の動きも秀逸であります。残りは3周回、8番の永井が引っ張っています。あとは見どころは2着争い。真中はこの位置を守れるのか。足色では松尾が勝っています。少々4番手で足がいっぱいになっているのは5番の佐藤雄二。ここで松尾が2番手に上がっていく。残りは2周回、すんなりと松尾が2番手に上がっていきました。真中は3番手、佐藤雄二が忍び寄ってくる。今佐藤雄二が4番手から真中の直後まで来ました。さあ見どころは3番手争い。真中もいっぱいになっている。4コーナーを立ち上がりまして、ここで佐藤雄二内側から入っていく。残り1周、最終周回で佐藤が入ってまいりました。先頭2番手は永井大輔、松尾博文、 SG レーサーが先頭2番手を形成しています。3番手5番の佐藤雄二、今体勢固まって、ここも人気サイド。先頭は永井大輔、シリーズ3勝目で優出。永井、そして松尾の順、3番手5番の佐藤雄二、875の通過順です。投票権は着順確定があるまで大切にお持ちください。3連単は2番人気、締め切り直前のオッズ 6.7 倍を示しておりました。以上12レースの準決勝でした。すべてのレース終わりました。永井選手、何度も見たことあるスーパースタートですけれども、今日もそれが炸裂した形となりました。875の順で入選しております。比較的人気サイドとなりましたね。3連単では2番人気と見られています。2連単でも2番人気のようですね。この後のインタビューも楽しんでください。875の順で入選しております。永井選手、強い永井選手が今日も炸裂となりましたね。第12レースの確定をお知らせいたします。1着8番、2着7番、3着5番以上でございました。12レースの確定です。12レースは1着8番永井大輔、2着7番松尾博文、3着5番佐藤雄志でした。1着になりました永井選手の競争タイム 3.402、通算1070勝目を挙げています。永井選手、1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式8番7番370円、2番人気。2連勝複式7と8の組350円、2番人気。3連勝単式8番7番5番670円、2番人気。3連勝複式は5と7と8の組270円、1番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。
ではこの12レース VTR で振り返りましょう。12レース準決勝さん、まあもういきなり1周2コーナー立ち上がったらハンデ10の中から一番前ですから ね、 そうですね。さっきの11レースの、ね、鈴木圭一郎選手と一緒ですね。そうですね。早くも1周3コーナーでは2番手に上がれる真中選手がスタート行きました。ちょっと1号車に、ね、突っ張られましたけど、はい、うまく切り返しましたね。佐藤雄二選手も決して悪い位置ではないと思うんですが、はい、そうですね。松尾選手の動きはどうですか。はい、結構いい感じで動いてましたね、悪くないですね。なんかいい時の松尾選手の姿かなという気がしますよ ね、うん、はい、すね。最近ちょっとね落ちてましたからね、はい、少し良くなったかもしれないですね。2番手は真中、そして3番手松尾、松尾の道中の動きも秀逸であります。残りは3周回。さあこうなると真中選手との対決、はい、松尾選手この位置を守れるのか。足色では松尾が勝っています。足色では松尾が勝っています。少々4番手で足が切り返してきましたね。ここで松尾が2番手に上がっていく。残りは2周回、すんなりと松尾が2番手に上がっていきました。真中は3番手、佐藤雄二が忍び寄ってくる。今佐藤雄二が真中選手序盤まで頑張ってましたが、頑張ってましたね。ちょっと後半落ちてきたでしょうかね。ちょっと佐藤選手もやられましたね、はい、いやこれで結構ファンの皆さんの大声援が、そうですね、先ほど11レースもそうですが人気サイドの組み合わせになると皆さんね、すごいですね、やっぱり取っている方も多かったんでしょうね、はい、永井大輔選手、これが今節3勝目のゴールとなった一戦を振り返ってまいりました。さあインタビューをお聞きください。お待ちいただきたいと思います。さあそれでは最終12レースから勝ち上がりました永井大輔選手、そして松尾博文選手です。今一度大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。さあまず永井選手から快勝でした。今の気持ち聞かせてください。そうですね、もう最近全然全く優勝戦乗れてなかったんでね、すごい今日緊張して、もうすごい緊張しちゃったんですけど、まあ、いいスタート切れて本当良かったですね、はい。永井選手のスタート行った瞬間に大拍手でした。よかったです。もう一番人気での分かってたんで、はい、まあ、本当ね一着で帰ってこれて本当よかったと思います、はい。まあ、これで今シリーズ3勝目ということになるんですが、実際のエンジンの手応え今日はいかがだったんでしょうか。少しちょっと先が足りない感じがしたんで、まあ、ちょっと整備考えてますけどね、はい。もう大きくは扱わないですかね。まあ、ちょっと考えてみます、はい。もうスタートに関しては問題なしでいいですね。そうですね、いいスタート切れました、はい。優勝戦のタイヤなんですが、今日のタイヤがね久々2日目のタイヤなんですけどね、すごいいい感触だったんですけど、やっぱりエンジン的なのか分かんないですけど、ちょっとね後半滑ってきちゃうので、まあ、そこら辺もちょっと考えてね、はい、他にもいいタイヤあるのでちょっと考えたいと思います、はい、はい。では少しお待ちいただきまして、で今度は松尾選手、はい、お兄ちゃんという声が上がっています。松尾選手、まず今のお気持ち聞かせてください。そうですね、ものすごく嬉しいですね、まあ、きっちりさばいての優勝ということになりましたが、ご自身としてレース振り返っていかがですか。そうですね、落ち着いてちゃんとさばいていけたと思います。思想が2番時計の3人です。手応え、エンジンのいいところどうでしょう。乗りやすさはあるので、あとは威力とかもっとそれを活かせれるようなタイヤが欲しい感じですね、うん。ということは今日のタイヤはもう使えない。まあ、最悪使いますけど違うので行きたいですね。いいタイヤはありますか。今から作る感じです、はい。今シリーズのスタート、ご自身の手応えどうでしょうか。まあ、いつものよりかは小温でなんかごまかせてる感じがします。さあ明日は優勝戦です。では松尾選手から皆さんに意気込みを一言お願いします。そうですね、このまんまじゃ、まあ、ちょっと厳しいと思うので、まあ、微調整とかでいいところに来ればチャンスはあると思うので精一杯頑張りたいと思います。応援してください。はい、頑張ってください。さあそして永井選手はディフェンディングチャンピオンです。では皆さんに意気込みを一言聞かせてください。そうですね、まあ、何しろ、強敵揃いですけども、やれることをしっかりやって優勝できるように精一杯頑張りますので、明日も、本当に来て応援してください。ありがとうございました。
おめでとうございました。永井選手、松尾選手、今一度温かな拍手をお願いいたします。明日も頑張ってください。はい、ということで12レースから勝ち上がりました2選手のインタビューをお聞きいただきました。さあ、優勝戦メンバー決まりました。1号車中山光ハンデ0、2号車佐藤真也ハンデ10、3号車鈴木博一ハンデ10、4号車高橋義弘ハンデ10、5号車池田正和ハンデ10、6号車松尾博文ハンデ10、7号車永井大輔ハンデ10、8号車鈴木圭一郎ハンデ10です。明日の天気なんですが、曇りところにより雨、ところに寄らないことを祈りましょう ね、はい、お昼過ぎが40%、18時以降 30% ということでちょっと気になりますが、気温は日中31度まで上がるそうです。斉田さん、はい、一言優勝戦の見どころいただけますか。そうですね、まずはスタートですね。鈴木博一選手のスタート、外からのね、永井選手、鈴木圭一郎選手も一気のまくり、うん、そこら辺が見どころですね、はい、どんな発周戦となるのか、うん、皆さんどうぞ明日の優勝戦ご注目をいただきたいと思います。今日は満月の下、8選手、何か月光活力にして勝ち上がった、そんなイメージですね。明日の最終日はスカパー放送チャンネルも変わりますので、皆さんお間違いのないように、放送時間はご覧の通りとなっています。今日の解説、板田忍さんにお願いしてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日はいよいよ優勝戦、結びの一番となります。どうぞお楽しみに。この辺りで失礼します。